さんこんにちは、フルーティストの岩崎加穂です。ですね、昨日の夜にずっと欲しいな欲しいな、どうしようかなと思ってネットのね、あのカートに入れたままこう眺めてた商品をね、ちょっと勇気を出して買ってみたんですよ。そしたらサウンドハウスさんめちゃめちゃ仕事が早くてもう全部届きました。というわけで今私のテンションがぶち上がってるんで、そのぶち上がってるまま何を買ったのか紹介したいなと思います。まず1個目でこちらです。で、これ中身はここに出てるこれなんですけど、アンカーゲイの C314 というマイクを2本買いました。で、今まではね、ここのアースワークスの TC30 っていう無指向のマイク使ってたんですけど、あの指向性のねマイク欲しいなって思ってて、で、あとなぜ2個買ったかっていうと、あのうちでね、あの2人で生放送できるようになりたいなと思ったんですよ。で、最近というか8月の終わりにあの OBS 使って1人でね配信をやってみたんですけど、やっぱり楽しいし、で結構ねいい音質でできるっていうことに気づいたんですよ。まあ、ネットのね環境とか、まあ、聞いてくださってる皆さんのねが何で聞いてるかっていうのでも結構左右はされちゃうと思うんですけど、まあ、ある程度ねこちらでコントロールすることももちろんできるし、でそういうのをやってたらね、なんかもっとちゃんとやりたいなって思っちゃったんですよね。で、一緒にねよく動画撮ったりとか生放送出させてもらってる YouTuber のねフルートのしおりちゃんちも C314 使ってて、ですごいねいい音するなって思って、でやっぱ指向性じゃないとちょっとねエアコンの音とか入っちゃったりとか、まあいろいろね、この人はまあ感度すごいいいし、普段の録音に対してはすごい満足してるんですけど、ちょっと生放送にはもしかしたら向いてないかなって思って、この間はやった時ね、やっぱなんか鼻息とか結構入っちゃうんですよ。なんでまあウィンドスクリーンみたいなのもこれはもうついてるんでつけたんですけど、まあ、もうちょっと自分自身でやる時もクオリティ上げたいのと、あとやっぱずっとね一人でやってるのって結構きついなって思ったんですよね。で、まあ、自分家は防音室もあるし、ゲストを呼んでねいろいろ二重奏ができたら楽しいんじゃないかなと思いまして買っちゃいました。でね、今ね C314 って多分まあ一番買いやすいっていうのかな、なんか値段もバカみたいに高くないし、多分使いやすいっていうのもあって結構品切れしてるんですよね。で、サウンドハウスでも単体のやつ1本売りのやつは1ヶ月待ちってなってて、でこれはペアリングされてるちゃんと2本双子になってるやつなんですけど、これだったら在庫があったんですよ。で、まあもちろんこっちの方がペアリングされてるんで20歳やるときもいいなと思うんですけど、まあちょっとやっぱ高いですよねこっちの方が。でも正直今の1ヶ月後ってどうなってるか分かんないじゃないですか。だから1ヶ月待つ時間にかをお金に換算するとこれ買っちゃった方がいいなって思って買いました。まあね、これケースもついてて持ち運びもしやすそうだし、今度ね外でちょっとライブをするんですけど、小さいカフェで、そういう時に持ってってちょっと配信もしてみようかななんて思ってます。まあいろいろね実験したいなと思っております。はい、そしてもう一個買ったのがこちらのごっつい箱のこの人です。プレソナスの、ハイブリッドアナログミキサーって名前だったかな、こちらでございます。でこれね絶対ね私にとってオーバーステックなんですよそんなことは分かってる、そんなことは分かってるけど、私はこれが欲しかった、だから買った、それでいいじゃないかっていう感じです。今で、今ね一人で生放送してる時はヤマハの AG03 を使ってるんですよ。これですね。まあこれ結構配信で使ってる人多いんじゃないかなって思うんですけど、でヤマハの AG03 とでもうちょっと大きくなってる06が売ってて、で06の方がねさせるものが増えてるんですけど、でも03も06もどっちもコンデンサーマイクは1本しかさせないんですよ。で私はコンデンサーマイクが2本させるその配信に向いてる、まあ、こうミキサーというかこういうのがね欲しくて、でいろいろ探してたんですけど、なんかやたら安
いか、まあ、これみたいに、まあ、ちょっと高いかみたいな、割と二択で、でもちろんね、私オーディオインターフェース持ってるんで、ミキサーだけ買ってそれをね、こうインターフェースも通してやれば多分配信もいけるんだと思うんですけど、ちょっとなんか難しいっていうか、手間が増えるのは個人的に嫌だし、なるべくこう1台で完結してるやつが欲しかったんで買っちゃいました。でこれね、多分2020年のに出たばっかり、まあ、ばっかりって言ってももう9月だけど、だ割と新しい機種だと思います。で本当なんかね、まだ全然こう説明書も読み切れてないし、使いこなせる気はあんましてないのですがコンデンサーマイク4本までさせて、で、あの、なんか結構エフェクトもこれ自体にいっぱい入ってるし、で、なんか SD カードもそのままさせるし、Bluetooth もいけるし、みたいな感じでね、割と何でもできそうな感じなんですよ。そうで、まだ電源も入れてないし、全然あの使ってないんで、まあ、ちょっとよく読んで研究しながら、うまく活用できたらなと思います。あ、そうで、なんか話飛んじゃった気がするけど、そので AG03 も AG06 もコンデンサーマイク1本しかさせなくて、でコンデンサーマイクが2本以上させるやつが欲しかったっていうのが一つこれを買った理由です。で、まあ2本だけさせるやつっていうのもあんまり、まあ、私の、 あの検索不足かもしれないけど見当たらなくて、まあ、でも4本ぐらいさせたらね、何かにも使えるかなって個人的に思ったのもある。まあで、まあ、だからどうなんだろうな、私の、ね、なんか技術が全然多分追いついてなくて物ばっか買っててだからここからね、もうちょっとあの詳しい人に教えてもらったりとか自分で勉強したりとか、まあ、使ってみてね、試行錯誤する必要はもうかなりあると思うんですけど、まあでもなんて言うんだろうな、私とかやっぱり YouTube 始めるのが、まあ、本当に自粛始まってから始めた人に比べたらちょっと早く始めてたんですけど、でももっと昔からねやってた人たちがやっぱり知識もあるし、まあ、あの視聴者もいるし、で機材もね強いのいっぱい持ってたりとかして、でそことね肩を並べるためにはやっぱり私もあの金かけていくしかないとかって思ってまず現金な話だなと思うんですけど、まあ、やっぱりね、あのいいクオリティで届けたいし、自分もなるべくクオリティは高くいたいなと思うタイプなので、まあ買っちゃいました。おかげさまで貯金がほとんど全部なくなりました。なかなかな買い物で、まああとマイク2本買ったんで、あのベルデンの、マイクケーブル 3m も2本買いました。最近ね 1m のやつ、まあ、こっちにつながってるんですけど、買ったらもう全然音違うじゃんってなって、それまであの 5m 500円のなんだっけ、なんかサウンドなんちゃらみたいなやつのすごいね、一番安い、あ、クラシックプロか、クラシックプロかなの一番安いケーブル使ってて、なんかまあ全然それで音が変わるとか知らなかったんでそのまま使ってたんですけど、ケーブル音変わるよって言われたんで、あの1メートル3000円のねベルデンに変えたらもう全然違うやんけってなって、マジ沼だわって思ってたところです恐ろしい世界、本当になんかこうね、沼にはまってどんどんこうお金がなくなっていく私の末路をこのまま温かく見守っていただければと思います。というわけで、ね、まあ、しばらくね普通 の、 あの録音はこっち使うつもりでいるので、あの変わらないかなと思うんですが、まあ、ゲスト呼んでね、うちでも配信をあの計画したいなと思っていますので、そちらもどうぞお楽しみに。ということで最後まで動画見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。